こんばんは。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 ありがとう。ありがとう。ありがとう、ありがとう。 <laughs> こんばんはこんばんばはありがとう急だったのに来てくれてありがとうありがとう <laughs> またありがとうサータンだよにサータンあのね えそう全然なんかもう寝ようかなーって思ってたんですけど暇だったからしようと思って <laughs> 全然やるつもりなくてもうお風呂も入っちゃったんですけどあのー、暇,暇なら配信しようと思って <laughs> そう何もやることがなくて何もやることなかったから配信しようって思って <laughs>。 されちゃんだよそこかあちゃんが終わる時間にピッてつけました全然うんほら入ったからリップつけてよありがとう <laughs> 暇つぶしって言い方があれですけど そうなんかもう寝るのも早いしなぁと思って <laughs> 飛んでますかどういうことハナとポッキーゲームなんてどういうこと何してるのハナな何何何何してるのポッペお風呂上がりだからかな <laughs> 暇つぶしじゃないですよ 飲んじゃったあらーポッキーゲーム見てないですよ私ココアちゃんの配信見てました今日 <laughs> 大変だね大変だねこんばんはポッキーとプリッツの日って言ってますけど私今ホワイトチョコ食べてます 誕生日にいいっっぱいお菓子もらったんですやばいね花。 食べ過ぎだよって言ってあげて <laughs> あの食べ過ぎダメだよって言ってこんな時間に困ってないよもう買った私見てないからちょっと怖いやめてくださいやめてくださいこんばんは うん、ポッキー食べてない <laughs> ポッキー食べてないな今日の夜のメールちょっと短かったでしょ <laughs> 困ってるの困っちゃってるの今日は何かいいことあったうん特にないんですね 結局ささやちゃんに会えなくて <laughs> 仕方なかったんだけどさや <laughs> ちゃん今日会えなかった会えると思ったらさやちゃんう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 ん 今日はどんな日うーん疲れた一日 <laughs> 疲れて疲れたけどハンバーグ作って美味しくて元気チャージされて眠くなってる感じですね許してくださいよ会えなかったの メール取り始めたけど不思議な絵がついてきて驚いてるみなさん今日の絵誰だか分かりましたこんばんはえさせやちゃんラブだよえなんでそんなてんてんてんみたいな感じなんですかえ普通にだってさやちゃん一番最初の あのの顔合わせの日からも喋ってますよ初めて会った時にそう顔合わせの後のレッスンの時にまあ話したら面白くて <laughs> さゆちゃんが私が友達になったことないタイプの性格だからなんか面白くてそうイエーイ こんばんはハンバーグですねどの辺の筋肉を追い込みましたかうーん。太もも <laughs> おふ大太ももみたいな無理ですひどーいひどいよー。自炊してますよー。こんばんははじめましてはじめましてーはじめましてー はじめ,めましてがお風呂上がりとかちょっと恥ずかしいですねなんかあの絵わかんないあの絵答え言いますかさあたんとさやちゃんで1時間でどっちがたくさん喋れるかそれはさやちゃんでしょ完全に。<laughs> サラボみたいなタイプ初めてどんなタイプですかはい太もも頑張りましたね千葉に帰りたいと思いますかうん別に思わないですかね <laughs> どこに行ってもなんか同じかなって思います私はハンバーグどうしてくれるんですかだから推しにすればいいじゃないですか ですかなんでそこで踏みとどまってるんですか <laughs> みかん応募したんやった当たりますようん当たります <laughs> 隙間を変えるときになったらサーター入れるかいいなかえ入れる即答で入れますお風呂何回入りますか1回ですえ逆に1回以上入る方がいるんですか そうなのサータンお風呂上がりの方が可愛いからえー、しれっと今日初パジャマ配信なんですけど皆さん気付かないですねあんまり <laughs> あの絵はみやびちゃんですうんみやびちゃんだよ意外と分かってる方多いですね猿ちゃん以外は見るようにしたらいいんですね理解うん理解しがたい理解しがたいその方法は 自分もみかん当たりますよ当たるよだって私をしたら宝くじ当たるって言ってるじゃないですかそれと一緒ですよ <laughs> お風呂は朝昼晩じゃないのえ朝夜ええ本当？え,えんそんなに入るんですか皆さんえでもなんか国によっては 何日も入らない国とかあるみたいな聞いたんですけど一日1回かと思ってました私普通って23回入るんですかねいつもバナナみたいな人にやめてなんでそういうこと言うの <laughs> あそうだねでもなんかちょっとモコモコしてるなとか思いませんでしたかえですよね特徴取られてるんですよ。 え、そう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 ええでしょ見てたでしょメールの返信まだ見てないけどしっかり見させていただきますお風呂は何分くらい入るのうーん私10分ぐらいですね10分うんぴったり10分ぐらいいや8分から10分ぐらいです ちゃんと洗ってるのとか言わないでくださいね。洗ってますからねあ。そのコメント来る前に私は言いますよ。ちゃんと洗ってますからね。<laughs> あ。そえ夜だけだよね。お風呂入るのに気合が必要なタイプです。え全然。えっ、一生モコモコしてるでしょ。ボム買いました <laughs> 見せてください。フフフ。モコモコ。 期劇場イベントだとスノサータンなのかお出かけのサータンなのかえ TPO ですよね TPOOMGTPO えねえわかるね夏とか朝にも入るときあるけど冬は夜だけだよねええー ブラジルの方って12回も入るんですかあ一1週間ねあびっくりした一日に12回も入るのかと思いましたもうやめてくださいよおこもこもかわいいイエーイそうピンクなのこれ水色もあるんですけどなんかいつも水色だからピンクにしました <laughs> えやっぱ私ブルベですよね ブルベ夏だと思ってるんですけどどうですか勝手になってたサータン暖房つけてないですあの私あんま暖房つけないんですよもう意地でも暖房つけないで、ね、<laughs> いるタイプほんとに耐えられない時だけつけますけど全然つけないですね <laughs> あ本当八は8から10分普通ですか 湯船扱らないタイプなので私ははいそうですね <laughs> そうそうそうえ一緒に見ようこんばんは TPO 大好き <laughs> うん 夢ね、使ってないですね私使んないですねあらミカの味方ではこのサタンを出してきた方が絶対いいよえそんなだって11人もいますからね私がこんな感じでいっちゃったらなんかうっとしいじゃないですか <laughs> しっかりあのー、私の番の時だけ頑張りますねあったかいよこれ。 あ高いよーえっ風邪ひかない乾燥しちゃうからえ、寒い時は服を着て毛布かぶるなんか毛布にくるまってるです愛知と千葉はどっちが寒いんだろうえ今日すごい寒かったから愛知じゃないですかわ <laughs> からない 温泉はね入るよサタンねサウナね無理なのサウナ無理まだ良さが分からないですサウナの声でかいけど隣からくじらこないの <laughs> 来てないですよーえわ分かんない分かんない全然分かんない足くなんですか分かんないです足くなんだ そう主なんですか待ってそれは困っちゃったかもしれないあとありがとう助かい <laughs> いや緊張はしないんですけど緊張はしないんですけど 僕もそれようかないいよ私が来た後のやつでいいなら <laughs> ねえわかるなんかあの何、ー、ていうのご飯作ってるとあったかくなりますよねさあちゃんの洋服のセンス好き好きなの初めて言われたありがとうございますえー ね、暖房つけないあのクーラーはエアコンクーラー冷房はつけますけど夏冬はあんまりつけないですねやっぱそうなんだただ寝る時は仰向けうつ伏せ横向きですね私横向きで寝始めて横向きじゃないとなんか寝れなくてで起きた時にはもう仰向けです ねやだー最近服は何か買って何も買ってないです私私服ないんですよ <laughs> 服ないんですよねーえ全然着てないあの全然ねわかんないんですよそうすごい許可暴れてないですまだ <laughs> まだ12期だと誰が MC 回せそう うーんとまあココアちゃんですかねココアちゃんですねあサラも頑張れますよ <laughs> うんいいのうん。 あなたのえ人に言えない癖あ私癖っていうかわかんないんですけど右から歩き始めたら左で終わらせたいタイプなんですよね右から歩き始めるじゃないですかだいたい私右利きなので 左で終わらせたいんですよ。十二期で服のセンスいい人誰ですかね。いやーみんな同じぐらいなんじゃないですかね。そんなダサいっていう子はいないですよ。<laughs> みんな可愛いですよ。サラのボブだとドライヤー何分ぐらいで髪乾くの？ま二、あ、十分ぐらいですかね。<laughs> 全力 <laughs>。<laughs> そう横向き向かい合わせにできるね <laughs> そうだよサルちゃんワンピースよく着ます着る着るワンピースかスカートかのどっちかズボンはねあんまりね着ないんですよねこ川ちゃん広島弁可愛いいよねなんとかジャケー これはなんほかジャケー <laughs> 他に X 見られたらいいだろう私も見てますけどねええわかんないですかみえわかんないですか中学高校サラピーとかサラちゃんとかサータンとかねええそ,そう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 かかんか,なんか ひ、なんて言うの僕は左を向いて寝ます私は右を向いて寝ますねこっちですねワンピース姿えいいよえ詳しく話してえ右と左の話をですか <laughs> 右と左の話を 右と左の話ですか配信見てるとよく髪の毛を触りながら話す感じがする。あ、あの、ボサボサなんで <laughs>。すいませんお風呂上がりと朝はボサボサなので、あのこう直してます。すいません。レッスン後はいい感じにあのぺったりしてるので <laughs>、大丈夫なんですけど <laughs>。え、だから、 あの右から歩き始めるじゃないですか右から歩き始めて右で終わると右に負荷がかかってる感じがしてなんか嫌なんですよ。<laughs> なんか右左右左右で終わらせたくないんです右左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 左左左でで終わらせたいんですよ。あと これもくく分かんないですけど右手を右手の肘とかを例えばんていうのぶつけるとするじゃないですかバーンってそしたら左もぶつけたくなっちゃう <laughs> いや終わらす場所はどこでもいいんですよどんなに歩いてもあの結局は左で終わればいいんです <laughs> 終わればいいんですよ靴履くのも右から でも左から履くことはあんまないですよねあ、そう、歩幅調整したりしますえ、カエル化しますかこれこれカエル化しますよねだって一人でなんかあれですよ信号で止まる時とかちょっと歩幅手前から調節し始めるんですよちょっと <laughs> カエル化ですよねごめんなさいケンケンパできないえ、ケンケンパできますよ できるけど確かに気持ち悪いかも <laughs>。カバンも右と左持ち替えます。あ本当？A 型？究極の A 型？A 型ってこういう感じなんですかね。<laughs> 虫歯なったことないからわかんないですけど <laughs>。まあでも片方だけだったら嫌なんじゃないですかね <laughs>。 え、そうそうなんだよねなのに寝るときはこっちじゃないと寝れないの寝る前は最初のまだ眠くないときはこっちで寝て眠くなってきたらこっちで寝ますそう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 こんばんはありがとうなんかなんだろうこれポーションみたいなやつありがとう虫歯ない なったことないです。何かの隠しコン。<laughs> 面白。い <laughs> こんばんはー、ありがとう。神経質ってなん、なんですか、神経質。そうそう、いい感じにバランスをね。 仕事終わったらタータジオほんとか神様です <laughs> 本当にね暇なんですよね今日は早めに帰ってきたのでほんとに暇でしたただ自分の横顔は右と左こっち左です左が好き歯並びは綺麗なのにね え、でも、あんまり歯並びを気にしたことがないですけどでもなんかなんだっけあるじゃないですか小学校とかの時になんか歯,歯の検査みたいな。で「あの綺麗って言われ言われました言われて言われて歯の並びについてあの、知りました何て言うの歯並びとか全然なんか気にしてなかったんですけどその。 は綺麗だねって言われてから歯並びっていうものがこの世には存在するんだって思って知りましたねうんうんうん <laughs> うんうんうんふんふふ、うんふんふん。 日向坂感本当ですか ?SKE 感もありますかたまにはゆっくり休むのもあるから、でも、私結構配信が結構なんか、なんていうんですかストレス解消法なところありますよ。結構。歯並び綺麗なメンバー、え、だからあんまり人の、 歯並びとかあんま気にしてない。は、破裂、破裂な、何ですかあれですか矯正的なえ、やってないです。生まれ、生まれ、生まれつき肩、凝ってないですよ。もんでくれますか <laughs> もう、もんでくれますか肩。 食事ごとに歯磨きしてるのえ家にいる時は朝と夜は磨きますけどお昼はね外にいるからねほんとですかはいストレス解消みたいなねハンバーグすごいよすごい響きますよここフフフフ ママとよく電話するママ LINE しますねずっとずっと LINE してますねうんうんふん <laughs> ホワイトニングしたことないですしたいですしてみたいけどあんまりよくわからないです 女の子の好きなパーツお腹とか <laughs> お腹女の子の好きなパーツお腹可愛くないですか女の子の。本当苦情くるかなマスク普段つけてます インフルとかかね怖いチャ、ね、タンよく使うラインスタンプありますかあれなんか本当に意味わからないやつなんですけど白い白いなんかこうなんて言うんですか手入れてこうやってやるやつなんて言うんだっけ手,手入れるやつ人形手手,手人形みたいな。 あれれがめっちゃ暴れてるスタンプをよく使います名前わかんない <laughs> パパパ,パえ喋らないことはないですけど喋らないことはないですよでもそんな頻繁に話してるわけがないですねお母さんの書き方 <laughs> 返事早いよ魅力スルーないよ <laughs> 苦情来ないから苦情来ないからね <laughs> いつかねいつかねいや有料ですね無料のやつ使ってないんだよねパペットかななんかのなんか この三本が頭から生えてて、白いやつが、こうやって暴れてるスタンプなんですけど。結婚して17歳のか無理です。サタン反抗期ないよ。反抗期という反抗期はないよ。わがままはあったけど、反抗期はないよ。反抗期はないよ。 ないですね <laughs> 今欲しい台所用品ってそれ聞いてどうすんの <laughs> えうーんうーんあれですかねちっちゃい小鍋 <laughs> ちっちゃい小鍋とか。 ですかね。世に君は始まった。皆さん見に行っちゃいますか。見に行っちゃう。世に君より、サラキミョの方がいいと思いますけどねえ。反抗期はないですね。反抗期はない。 え、どういうことだいた台所用品なんで気になるんですか何で何で調理道具は一通り揃ってるのいやああの台所用品っていうかあの、ソースがなくなってきちゃってあとちょっとしかなくてあの、買いに行かないといけないなって思ってまーすでもあの、香味香味ソース あれを買うのはちょっと勇気がねいるんですよなんか味が濃いみたいなの聞いたから今まで中濃ソースで料理してきたのに急になんか初挑戦したら失敗しそうじゃないですかちょサラキさらきみそう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 さらきミョだよこんばんはー <laughs> このべえソース全然1本1本だけえそう全然そうソースの使用量が多いカゴメソースブルドッグ確かにサラキーマだ <laughs> うーん やっぱ濃いんですよ、ね、えですすよよねね中濃ソースで慣れてるからそうなのオタクソースはね食べたことないと思いますね、うんうんうん、うんうんうんうのうん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  ポン酢って便利ですよね中濃ですら薄く感じる絶対難しくなりますよね料理あれかなやっぱ小さいの買うべきですねどういうこと 子供の頃は実家がとんかつソースだったってどういうことですかとんかつソースのお家があるんですかとんかつソースのお家に住んでたんですかお菓子のお家みたいなどういうことですかポスターいっぱい貼ってあるみたいな感じですかほこはちゃんおたふくソースなのえお菓子。 うーん不思議な経験はしたことないですけどこの間ものすごく迷った出来事がありまして私がものすごく今最近ここ最近で一番悩んだ話聞きますかあこう見あそういうことなの でポン酢美味しいよねーお菓子の家みたいなやつなのかななのかなホワイトチョコ好き。喉がチクチクするのそれは恋の病かな あ、そういうことトンカツソースしか買ってなかったってことですね。あ、びっくりした。びっくりした。謝んないでいいですよ。私の理解能力が足りなかっただけなので。<laughs> え、聞きますかな、なんで聞きたくないんですかえ、じゃあ言いますけど、あの、この間ね、あの、あの、普通に電車で座ってたら、前に双子の、うーん、 幼稚園ぐらいの子かなとお母さんが乗ってきてあの優先席とかではなかったんですけどあの隣に座ってた普通の会社員みたいな男性があの譲ったんですね席を。で双子の子のののうちの1人が座ったんですで、これは私もどくべきだって思ったんですね。 で、立とうと思ったらあのー、もう一人の双子の子が一席に二人でで座ったんですよちょこんってあっオチはないですからねやめてください面白い話じゃないですよこれ面白い話じゃないですからね一席に二人で座ったんですで、す私はこれはどうしようってどうしようと思ってこれは一人 の席に2人座ったままでいいのかそれともあのー、私が譲って一人ずつ座るべきなのかっていうのを永遠に迷ったんですよ皆さんならどうしますかあ面白い話じゃないハンカチもいらないです泣かないですね 言われてるならいい譲ってるまあ本当 <laughs> 優しくてくれっ本当も私はそう私は悩んでるうちについちゃったんですけど <laughs> そう <laughs> あどうしようどうしようかなと思ったらついちゃったんですけどそうなんですよねでもすっごい迷ってでもいまだに何が正解だったのか分からなくてほんと優しい人が多いですね私はなんか一回なんか お母様にお母様に席を譲ったらめっちゃ怒られちゃったあの男の方のあの男の方男の人を見たことがあってそれ以来怖くて <laughs> 席を譲るというのがちょっとね微妙に怖くてね迷っちゃうんですよね <laughs> 妙に奇妙 <laughs> サタンホワイトチョコ 本当 <laughs> いや私じゃなくて <laughs> なんかあの目の前で怒られてる男の人を見たことがあってそうなんだか難しいですよね席を譲るってほんとに難しい何ハートマークが書いてあるんですか え、なかったこれあのー、普通に千葉にいる時に学校でめちゃくちゃ食べててこれ美味しいんですよで授業授業でお腹すいた時にチョコ食べると一気に血糖値上昇して集中できます集中できますけど眠くもなります <laughs> <laughs> まさ、あ、らちゃんと一緒にいたらさらちゃんに譲りますけどねフフ <laughs>、えー、ダースの意味は分かるよねサイコロですかサイコロかな サイコロかな。着物を着た年配の方、着物を着てたんですか。あ、ランマ、おしゃれ。おしゃれですね。それはダイスや。ごめんなさい。ごめんなさい、そうですね。ダイスですね。サイコロは。 ダンスじゃないですね <laughs> ごめんなさいごめんなさい全然間違えました普通に普通に間違えましたごめんなさいごめんなさいごめんなさい <laughs> あごめんなさいねごめんなさいごめんなさいあそうだ12個だあ私がダンスを初めて知ったのはあれです小学校の時塾で数学あ算数の問題に 12ダースの鉛筆を4個買って、みたいな、出てきて、先生に1、1、一ダースって何ですかって聞いたのが初めて。え、マジで言ってたよ <laughs>。え、ほんとほんとほんと。え、ほんと、えへへ。ほんとほんと。え、そうそうそう,そう、ダースね。 だから私小学校の時に初めてダンスって知りましたねあやばいなくなっちゃったなくなっちゃったサタン疲れてないね十12ダンスじゃない1ダンスです <laughs> ごめんなさいねすぐ間違えちゃってまあ眠いから仕方ないですね眠いからねー かわい,い間違っちゃうから、ね、<laughs> いやほんとに「えっそわざとじゃないです」ってわざ,とわざとこんなことしないですよ天才キャラで言ってるのに。ってことで結婚して17歳ですからねあと1年ですねわざとじゃないよ <laughs>、はあ さら時計って二十四時間表記にしてる。私はあのこういうハリケなのであれですけど、二十四時間表記かな。時計があったら二十四時間表記にしますね。チー、置いてきてないよ。置いてきてない。置いてきてない。 <laughs> 推しにしてください推しにしてくださいあ天才キャラまあ天才キャラなんですよねーやっぱり頭脳派12期ナンバーワン頭脳派メンバーサータンこと鈴木サラ <laughs> ハリケー

1> まあ、コナ1回しか見たことないんですけどまあまあそうですねまあ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 皆さんまあそうですよまあそうですそうですそうですあサだンあ <laughs> 当は寂しがり屋さんだよねまあうさぎですからねまあ四捨五入したうさぎみたいなもんですからね 15周年でお披露目4レーンから見てたけどその時と違くてびっくりってどういうどっちですかどっち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 ,どっちいいの悪いのいいのかい悪いのかどっちなんだいルー <laughs> レ,レット始まっちゃうああえ頭ぬきが強いのえ強くないよなんでなんで,なんでですかなんでですかあれ一回しかない一 <laughs> 回しかないです ウサギですね、それ。豆腐とうさぎと天使が混ざってるやつですよね。パワーあ、はい。石釈入したうさぎみたいなもの。いい意味でこんなに明るいんだったかね。太陽みたいですかピコーン明日の未完全 TV、12期生密着あるね。ありますね。 んんんんん何でしょうね何やるんでしょうねチラッと聞きましたけど全然なんかわかんないからこんなキャラだと思った人は誰もいない誰もいないですかしばらく萌えボイスで配信してみてほしいな萌えボイスってですかボイスって何ですか え逆にでもあの無口キャラだったらどうしますか無口キャラだったらどうしてました皆さんど,どうどう対処してました対処とか言い方あれですけどはいサーター本能で行動します本能のまま生きていく <laughs> ダンスじゃないよそした予約あポニテッ ポニテではないですけど、その高くないからね。一本に結んじゃってるっていう。あれは本当にミスだったんですよーあの、未完全のね、あのカメラ入らないと思ってて、入らない、なんか入るって書いてなかったから、入らないと思って、あの気が抜けてました。結ぶつもりじゃないのに。寝、寝癖が直せなくて、結んでったら、カメラあって <laughs>、どうしよう、どうしよう。<laughs> ん <laughs> 芸人芸人もえもえキみたいな喋り方嫌です私はそんなキャラじゃないです私ブリブリしないです <laughs> それはそれで好きだった無口だったらハマってなかったあれ,ーあれ,ーあれ,れー 面白いや見に来てなかったあっいやおおっああよかったんですねあでも確かにまあそうですよねなんかきっと私が無口だったらこのね今コメント欄にいる方じゃない方がいたかもしれないですねそう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 ですよね無口にな,なら好きになってたって 10秒でいいから黙ってみようかいいですよ、はい、はい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 ちょっと気が早いけど明日の配信予っても朝かなー朝かなー朝だねー朝。

<laughs> えっおうのときは無口でしたよ全然え無口はうですけどもっと優しい人で待ったかもねなんかあの優しい人優しい人じゃないなんか私のコメント欄って結構辛辣らしいんですけどなんかそんなに私分か,分かんないので <laughs> あんまり分かんないですみんな優しいなって思ってるんですけど違いますか えなんかこういうこと言ってますけど結局はなんか毎回見に来てくれるしって思っちゃうんですけど違うんですかねうん十 ?10 秒でいいから生きてみようか無理でーす無理最近でよちなみにブリッコならさっき出ましたよし よし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 。よしよしでしょさイちゃんのブリブリってしんちゃんみたいな <laughs> そっちならいいですよ。え、辛辣辛辣え、そう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 。なんかね、あの、はい、授業の時積極的に手挙げますね。え、なんか <laughs>、 え全然なんかねえねえ平和だよね私は平和だと思ってるんですけどねはーいえですよねなんか全然ねえ え私はあんまり強めって思ってないし面白いなと思ってますよでもなんか誰だっけ誰かメンバーに <laughs> なんかサタンのサタンの配信なんかみんな強いよねって <laughs> 言われてえ強いのってなりましたけど全然強くないですよねありがとうございますいつもスイスくらい部屋でスースって平和なんですかいいですね スイスでスイスイ泳ぐみたいなね噛んじゃったけどただの笑い方好きえへへへへへへ <laughs> 好きな子には意地悪してかまってもらえてああそういうことみなさんそういうことね <laughs> そういうこと、ね、そういうこと,そう,いうことそういうことよまあみなさんそういうことですよね ふう <laughs> <laughs> そうですよねえサラ全然大丈夫えてか逆になんか甘やかされすぎるとなんか変な感じになっちゃうからうん変な感じになっちゃうからあんまやめてほしいかもしれない <laughs> そうあの,あの男性陣が私に強めに言ってあの女のごはんの 方たちが優しく私は甘やかしてくれるこのルームが私は好き。<laughs> 私は好きです。す好きじゃねえし。<laughs> だねダイスをさそうやってそうやってバカにするバカにするえですよね。そうバランスいい感じに取れてる。 そう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 ,そういうことよ優しくしてくれるんだよサタン頑張ってるよ頑張ってるよーイェイザるちゃんかわいいみんな焦って <laughs> えっちょっと待ってでもそんなに可愛いって言われ言われちゃうと、あのー、あの反応に困っちゃうっていうかあのー、あの言われ慣れてないので <laughs> うん の心の広さ。お茶の大きさがあるからみんな好きなことが言えるんじゃなあ好きなこと言ってください好きなことを言ってくださいあのやめてくださいやめてください。あのか、ね、可愛いしか言うことがないみたいにな,なってきちゃってるじゃないですかそれ。あのあちょええ。えー、<laughs> 加藤志保さん感がありますかそんなう嬉しいこと言ってくれるんですかもうん、本当ですか ほんとえ、ダイススズキとかよーー <laughs> いいですよ、そんな。ね、好きだったよって、過去形過去形なの過去形なのえ、そう、えー、可愛い,いってい言わないでいいですよ <laughs>。言わないでいい。ねランドセル似合いそうは別だわ、ちょっと。なんか <laughs>。一人だけなんか違いますよ。ランドセル似合いそうは何ですか、それ。 何で,すか何ですかねはめて伸びるタイプですか最近はねえもともと褒めて伸びるタイプだったんですけど最近はちょっと違うかも厳しくされたら燃えますねただのフ <laughs> そうそうそう,そう女の子がいっぱい甘やかしてくれるからいいんですよ <laughs> <laughs> あ本当本当本当 JK ですね K <laughs> え何特会行って何ですか何ですかサタンの友達感が強すぎるえ友達以上にはなれないって言われるタイプですか私 友達以上には「サータンとは友達以上にはなれないわ」って言われて振られるんですかね私「サータンは友達感が強すぎるから花々と付き合うわ」って言われるタイプですかねサラどんな部分を褒めてもらえるのが一番嬉しい頑張ってるところを褒めてもらえるのが嬉しいですねねー 可愛い子しか幼い主義です。ということはー？サタンサタンサタン。え、ね、書かないよ。サイコロ東海えお願いします。お願いします。お願いします。サータン隠れハン行放送えそうなんですけど、あのなんかなんで隠れてるかよくわからないんですけど、あの x であの全然コメントとかあのしてくださったことないのに。 私の名前をプロフィールに書いてくださっている方がいてあれって思ってそういう方もいるんだと思って嬉しくなりました <laughs> 急に褒めてくれるやだやだキャベツにしましょうさっき花とオンラインポッキーゲームしてたのは内緒だなんかね 私ねすごいいろんなルームで見るんですよだからなんかサラじゃないんだと思って最近ちょっと悲しいですえ甘やかされるのなんて慣れてないですよ当たりう。ねえ、うん、えっえっってプロフィール書いてくださいとりあえずプロフィール書きましょう今書いていきましょう今書いていきましょう <laughs> <見てろ笑>ねえプロムに書いてだからえちゃんと私にアカウント分かるように投稿してくれませんか <laughs> 本当に分からないのでなんかあのー、分かりやすくしてくれませんか <laughs> えだよねなんかコメントねぜひ皆さんコメントしてください。 ハッシュタグなくてても見てるのいやでもハッシュタグがないとなんかいっつもメールとか返してくださる方の他の投稿とか見ますけどその知るきっかけがないと見れないですよ、ね、うわっ皿だけだよって言ってる いつも違うとこにいる方が「皿だけ」って言ってるあ <laughs> 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 <laughs>、まあ、まあそうですよねまあ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 してますけどって本当にわからないんですけどあじゃあえじゃあわかりましたあの今日この配信終わったらでいいですけど「ハッシュタグサータンメールと」ーとうんとうんと「ああ」って書いて投稿してください <laughs> えー、SNS 皆さんのね SNS をね知りたいんですよ私はイエーイそうきっかけねママには褒められたり甘やかされたりしないですね別に <laughs> 全然ですねあ本ほんと出てきてくださーい <laughs> そうひらがな「ハッシュタさためる」 のファンマはなんか勝手にキャベツにされてるんですけれどもまだ考え中なので変わったら皆さん変えてください。<laughs> え本気で探してますよちゃんと見てます。え本当に本当に本気で探してる。僕の投稿を監視しても面白いことないですよ。あちゃんと見てますよ。 何のために SNS 知るのえどういう人か知るためです。<laughs> 今日何してんのかなーって見るためです <laughs>。全部ひらがなえだから送ってください。隠してないなら送ってくださいそう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 。なんで恥ずかしいんですかあな,なんでなんで 恋人になると束縛タイプいや全然全然そんなことないと思います <laughs> やったーツイートやったやった <laughs> 普通のポストもえ見る人もいますよ全然。 私の名前プロフィールに書いてくださってる方とかのやつは全然見てますよ <laughs> サーターアテ以外の見ないですなんか他のこのメール返信のハッシュタグついてるやつは飛ばしてみます <laughs> みんなどこまで見られてるのか気になってる <laughs> なんでよ あの私のメールの返信は分かりますけど他の子のメールの返信って他の子メール何送ったか分かんないからあんま話についていけないじゃないですかねジありがとうありがとうありがとうおりがと大丈夫大丈夫ジありがとう,ありがとう一人だけサータに変更しようが迷ってる変更してくださいー 目には入ってますけど、そんなに細かく見てないですよ <laughs> ぜひえ本当に本当に見たいので他に誰に返信してるかは見あんま見ないですよそう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 してくださいファス対象になってます 見てまーす。<laughs> しっかり見てまーす。書いてくれます？書いてくれるの？なんですか三番三番ハーパーってなんですか？皆さんなんですか三番ハーパーって。<laughs> ほんと投稿しといてくださいあとで見るからねあとで見るからね怖くないよあそういうこと競馬競馬お馬さん今日はこっちゃんとみゆちゃん今が今今配信してるんですか みゆちゃん,ちゃんえっなんか見ました女王なんちゃら女王なんちゃらね全然わかんないんですけどお昼お昼に配信してたのみゆちゃんとこっちゃん あちゃんのあれですかツインテールしてるやつあれ自主練しながらねチラッと見ましたねかわいかったよみうちゃん女王杯女王杯女王杯えじゃあ誰か私に競馬教えてください <laughs> <laughs> 全然わかりません変更しました見ますねサタンついてるできない今日はなんで2回配信をしてくれたの気まぐれ朝だけにしようと思ってたんですけどお風呂入ってなんか携帯いじってたらあれなんか暇だなって思い始めてあのー、ショールーム開いたら花とココアちゃんが配信しててああ配信しようってなりました うん、<笑><笑>そうですね、そうですね。あ、なるほどなるほど、なるほどね。なるほどなるほど。あ、そういうことね。 あ、仲良くななれるかな <laughs> 夜のごはんハンバーグ作りました私そんなお金ない <laughs> そんなお金ないから無理です <laughs> うんありがとうスマホのアプリで絶対入れておいた方がいいの うん。私はあれです。一日にやることリストを書くアプリ入れてますね。入れてます。そう、ハンバーグ。作ってくれますか。やっぱ人の作った。もの食べたいですね。 なんかゲームセンターに競馬のなんかやつあるじゃないですかあれを中学の時になんかクラスの男の子がかっこつけながらやってたの見て <laughs> なんか何やってんだろうねって友達と言ってたの思い出しました今 <laughs> 思いましたねなんか足組みながらなんかちょっとなんかこ,こっちその私が女の子とかとそう女の子と大人数であのプリクラを取りに行ったりした時に足組みながらこうやってなんかチラチラこうやってこっち見ながら「あ次何チラテていく?」みたいな言ってた <laughs> 女の子思いで親友が。 何やってんだろうねーって言ってて「そうだね」って言ってたの <laughs> 思い出しましたねー今思えばすごい面白いですね <laughs> そうだね中学生だったからねそうですね <laughs> 違う違う違う中学生がなカッコつけてやってたから <laughs> 面白かったんですよ <laughs> そうだねななんでいつもなんかあれやってるだろうねって友達と言ってた <laughs> <laughs> 愛知来てからプリクラ撮ってないです撮ってないですねプリクラ撮ってたのは中学生までとかだったな <laughs> そうメダルメダルでなんかやってたかな <laughs> いやだって今思えばねだって中学生ですから可愛いものですよね <laughs> こんばんはこんばんはえそうなのサヤタンのプリクラもうマジ本当にもうこんなこんなになっちゃうからダメなんですよ縦にね もうリアルにこんな感じになっちゃうからねさらに u ォーキャッチャーめっちゃうまそういや私 u ォーキャッチャーねーえなんか意外と倹約かなのかもしれないです私ゲームセンターとかあんまり行かないんですよね分かんないブルれラッ <laughs> そ、そうほぼ目になっちゃって虫になっちゃうからダメなんですよ あとから、そう、プリクラを、あのーで、取り込んで、携帯に。で、あのー、加工アプリで、縦幅をこうやって、ウィーンって小さくするっていう。プリクラって今、500円らしいですね。びっくりなんですけど私、400円でしたよ。でも、昔は300円だったんですよね、確か。 400円だったのに500円になっちゃったんですよ2人で取る時どうするんですかねあれそうなのえそう倹約家なのかもなんかあガチャガチャも全然しないですねなんかえそう厳選もあんまりいかなくてなんかな,な,なんかばっか言ってるんですけど「賞 <laughs> 味写真1200円するんですか!」 すごいすごいねーはいお金に厳しいです私えそうなの昔は500円なんですか500円でも高く感じちゃいますね私基本的になんか200258円以上は高く感じますね私 <laughs> め、ね、小さくこする人間がいるんですよ。<laughs> いるんですよ。スマホゲーム絶対課金しないです。フリクラダイをペイペイで割り勘してる。ねえすごいね。すごいね。え二百五十円分かりますか？<laughs> あいやしつけ。 いやそんなしつけされた覚えないんですけどそうなんか無駄なことにお金使いたくないんですよそうそうそう毎日競馬してたさンちゃんに買いない落とされないから震えてますズドーンえでもあんまり競馬分かってないから何も言えないんですね <laughs> 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 今日はレナちゃんも配信してましたサン仲いいよ なんかいいよだって12期のなくなと一番あれだからねお友達歴長いからねね全1200円はねすごいね明日聞いたら違う値段いい,いいやい,いやいや258円そうコンビニで258円が多いんですよ結構だからね たえたねえそう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 サタンとお友達お友達お友達サタンの名前じゃりません <laughs> そうですよねそうですよねだからそれに見合ったあのー、ね それに見合った態度で行動で示すので。<laughs> 安心していただけたら嬉しいです。<laughs> <laughs> はあ、有馬記念ってなんか聞いたことある。なんだろう。 あ、あそれあれですか千葉の競馬場ですかねサータンって年齢不詳だよね <laughs> 17歳ですアイス一つだったら何円からが高いって感じる120円ぐらいからが高いかな <laughs> そう安心安全サータンです <laughs> やだ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 よ お弁当いくらなら高い500円超えたら高い <laughs> 夏に100円が19万円になりましたどういうどういう原理ですかどういうことなんですかそれはどういうことなんですか <laughs> 500円の壁えわかるわかりますま巻き場王ですかサーター見たことないよでもなんかあの TikTok のおすすめにたまにねそうなんかお馬さんのなんか練習風景みたいなの出てくるんですけど見ちゃいますねあれ可愛くて可愛いいしかっこいいし。 いいですねあのあの感じなんて言うんですかなんか乗ってる大間、うんうん、さんに乗ってる方はあれな,なんて言うんですかあの方はな,なんていお呼びするんですか <laughs> 今までで今まで買った一番高い買い物えないですよそんな全然何一番高い買い物え自分で買うことはなかったから なんかお母さんとかお父さんとかおじいちゃんとかにああ今ありましたけど自分で買う分にはあんま高いものは買わないですね。まま巻き場を面白いとかあるんですか？きき何何し何し何てジョッキージョッキーって言うんですか？なんかその方と あの大間さんのなんて言うんですかあの絆っていうんですかすいませんねにわかがなんかすごい言ってますけどなんかあれいいですねなんか何でしたっけ大間さんが倒れちゃってみたいな TikTok の動画を見て本当に泣きそうになりました感動 <laughs> ごめんなさいねごめんなさいねサンタさんにお手紙いや書かないですね サンタさんにお手紙は書かないですね、小六までだったかな。小六まで書いてましたね。漫画。漫画なの。<laughs> そうなのー、めっちゃ。そう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 。 お兄さんから誕生日に何かプレゼントもらったって言ってるのかなえっもらってないです <laughs> もらってないですサンタにお手紙お手紙は書いてたんどういうことサンタさんの住所え私の場合はあのお手紙を書いてあのクリスマスツリーにくくりつけてましたねそうすると朝になるとなくなってるっていう 返事が確か返事が返事が置いてあるみたいな感じだった気がしますねそうサンタ小6まで <laughs> サンタの初恋は皆さんですよなんでサンタさんへのお手紙読めちゃったのえ自我が芽生えたからですかね <laughs> え私玉は来年ももらえるかなもらえないんじゃないですかもらえないんじゃないのー、えそう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 なんかそうそうそういうことようんアイドル手術に育てられたらうなのそそうなの,そうなの え、子のの頃クリスマスマプレゼントもらっって嬉しかったの全部嬉しかったですけどあの一回思ってたものと違うものが来たことがあってその時はすごくテンションだだ下がりでしたね <laughs> テンションだだ下がりでしたね本当にすごいねすごいごめんなさいねごめんなさいねすごい音するね 初めてアイドルらしいいセリフ聞いたかもどういうことちょっと待ってこの音に負けないぐらい大声でいきますサーダンはナチュラルボーンアイドルだなーってどういうことですかシンプルな骨のアイドルだなっていうことですかえっとえー、っとええー、っとうーんえッ <laughs> あー、オッケー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 ,オッケーそうそうそう がり…いやお詫びはなかったんですけどあのなんかあの DVD プレイヤーが欲しかった年が確かあってで、しかもなんかすごい可愛いい DVD プレイヤーが欲しくてよしこれをもらおうと思って書いたんですけど来たのがなんかすごいシンプルな <laughs> プレイヤーで。 めちゃくちゃテンション下がった思い出ですね結局めっちゃ使ったんですけどねシンプルな骨の <laughs> え違うのナチュラルボンアイドルって言われてシンプルな骨骨って言ったんじゃないのそうなんかあの言えないですけどまああるそうあるねあのキャラクターの,あの DVD プレイヤー 可愛くて欲しかったんですけど。ねえ、なんかすごいシンプルだった。ヌ <laughs> チュルボーアイドル、シンプルな骨じゃないんですかいや、しっかり DVD プレイヤーでしたね。もうそれからもう愛用ですよ。DVD プレイヤーね、本当にね、あの時はスマホとか持ってなかったし、本当に あのすごく最先端だったのでそうだね詳しく書かなきゃいけなかったねでもあれですよ年を取ってからシンプルで良かったって思うようになったのでまあサンタさんそこまで考えたのかなっていう感じですねあバラありがとう私ありがとうありがとう結婚して17歳でーす。 子供の頃は友達とクリスマス会しましまたクリスマスマ会もハロウィンパーティーもなんか私の家が主催だったので毎年なんか音楽を流してみんなでこうやってプレゼントこうやって円になって回してって止まったやつもらうみたいなやってたん楽しかったなー <laughs> 楽しかったな <laughs> 戻りたいなあの頃に <laughs> ドリキャスって何ですかドリキャスって何ドリキャスって何ですか私のクリスマスの絵を手開けておいていいですよえそうえなんか主催だったなん,なんですかねそうえなんか えなんでもどっちも多分2030人ぐらいしかいなかったと思いますけどね楽しかったね <laughs> 楽しかったね <laughs> 楽しかったね, <laughs> ったね, <laughs> ったね <laughs> え全然わかんない12期でプレゼント交換するええー、する絶対しないよね <laughs> みんなに <laughs> うん、そうそうやりましたねナチュラルボンアイドル生まれながらのアイドルとかああよかったよかったそういうことですねそういうことねドリームキャストなんて知らないですゲーム機え全然わかんないセガサータンって何ですか何ですかそれ プレゼント交換配信 <laughs> えみんなやってくれるのそんなのえ皆さんはあれですかなんかプレゼントっていうか玉手箱みたいなのがあった時に小さい方と大きい方どっち取る派ですかセガササターンもゲーム機なんですかえ私は私が知ってる一番古い ゲーム機はファミコンですねファミコンでファミコンでマリオカートをよくお兄ちゃんとやってたんですけどあのー、今はわかんないですけどちっちゃい頃あ私ファミコンであのー、あ待ってこの話すると5分過ぎるのでやめときます小さい方にします私絶対大きい方なんですよね絶対大きい方がいいんですよね あそうそうそう、スーパーファミコンみたいなやつ。そう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 ,そう。え、ファミコンっていうのがあるんですかスーパーファミコンなんですね。じゃあ私が知ってるのは。スーパーファミコンだ。そうそう、ちょっと話長くなる。そう、時間がない。時間がない。<laughs> スーファミ、スーファミ。 スーパァミって言うんですね。配信楽しめた、え、逆に皆さん、楽しめました。私のなんか、こんな。ね、急に始めちゃって。なんか、私が話してるだけなのに。いいですか。明日何時から、明日七時半からかな。七時半か、八時。 あった楽しかったよかったー急すぎて俺の人生が狂ったごめんなさい <laughs> ごめんなさいねごめんなさいね楽しいですかよかったまあそうですよね最初から最後までいらっしゃる方もたくさんいてうれぴーですうれぴーです 普通にあり,ありえます8時からとか言っといて7時半なの,のありえます私が早く起きたら早く始めちゃうから今日も楽しい配信ありがとう世界一かもいそうだ大好きだよ大好き大好きサタのドスコイとハンバーグ聞けるだけ <laughs> ドスコイハンバーグピーマンふんふん 六時はないです。六時はごめんなさいないです。五 <laughs> 時半五時半もないですねー。明日洗濯大丈夫でーす。遠 <laughs> く力ありますかー？ただ夢に出てきたら倒すってどういうこと？ね倒すってどういうことですか？なんで私倒されるんですか？また来たなんか大変なのかな？ビーマーあー。 ああ。ああ。起きろー。起きろー。おはよう。はい、どうですか。何三役。三役揃い踏みってなんですか。三役揃い踏み。たしかい。<laughs> ここだけの話ビッグラブです。X 投稿してくれましたか投稿してくれたらビッグラブです。フ <laughs> 大きいきてますかああ、いい感じいい感じいい感じですかあいい感じよかった。よかったよかった。出すこい。サタン声優とかいけそうやの、ね、に無理ですってそんな、ま、無理です <笑><笑>こんばんは最後にみんなに伝えたいこと、ね、お隣さんが通報したって言ってますけど最後に皆さんに伝えたいことはまあまあまあ今日もありがとうございます はい、ありがとうございました。おやすみ,ー <laughs> おやすみー。おやすみ。おやすみ。バイバイ、おやすみー、ありがとうー。<laughs> ありがとう。おやすみなさーい。おやすみー。おやすみー。おやすみー。バイバーイ。 バイバ,イバイバーイ。またねー。